チェコの共和国大統領期真実は、かつは、モットーの一つで、ラテン語の聖句。チェコ共和国の国の標語であり、同国大統領の旗にもチェコ語で記されており、同国憲法を含む国家の象徴である。このフレーズは、プラハにあるヤンフスの墓にも記されている。この聖句は、彼の、真実を探求せよ。真実を聞け、真実を学べ、真実を愛せ、真実を語れ。 真実を抱け、真実を守れ、死ぬ時までという言葉に由来すると信じられている。真実は勝つの聖子は1918年に初代チェコスロバキア大統領トマーシュ・マサリクによって国の標語になった。その後、バーツラフ・ハベルの真実に生きるという観念と1989年の彼の民主化運動のスローガン愛と真実は 憎しみと虚偽を征服しなければならないに影響を与えた。チェコの政治的思想において真実の概念は長い伝統を有してきた。ヤンフスとコメニウスは真実を神学的要素に結びつけていた。マサリクの倫理的概念では真実は嘘の対極として見られるようになった。フスのクレドは物理的軍事的強さよりも道徳的精神的な 強さの証明として見られてきた。検証77運動には真実に生きる人々のために真実は勝つという標語があった。ありがとうございます。